はい、シアン君。シアン君は外に出してもらえたのに、結構大半寝てるね、君。そうなの。でもいっぱい遊んだよね。遊んだ？二人が兄弟みたいになってきたね。羽の形で遊んで、
くよ。どんどん行くね。これはね、うん、ポンちゃんの残りを置いたの。そしたら上の方だけ食べたみたい。ポンちゃんがジャン君に甘えに来ました。さっきも甘えに来たけど、また来た。ポンちゃんのおトイレ、うん、あそうだ違うさっきしたんだ。ヤ、うん、ン君がうんちしてその後シオン君もしてた、うん、で掃除しなきゃと思っていて別のことして忘れた、うん、ご飯作り出しちゃった自分たちの。シオン君とアトちゃんはキャップハウス周りだと思う、うん、ご飯をいっちゃったかも。
しして見ませんか。このブラシ気持ちいいよ。やっぱり浮いてしまうんですね。ポンさん、ポンさん、ポンさん、ポンさんもブラシ好きになりましょうよ。ポンさん、ポンちゃん、ポンちゃん、やっぱりダメか。